お隣韓国さんが公務員の財産登録をし、過去に登記で稼いだ利益も没収しようとしているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。公職者が過去に不動産登記で稼いだ利益まで訴求して没収する案を与党が推進する。親日反民族行為と同一線上で処罰するという趣旨だ。財産登録範囲は9級までの元公職者に拡大することにした。与党共に民主党と政府は28日に合意協議会を開き、こうした方向で公職者登記根絶対策を協議した。29日にムンジェイン大統領主催で開く緊急反腐敗政策協議会で対策を確定し発表する。この日の合意政府与党協議会に参加した民主党のキム・テニョン代表代行は、現行法でも公職者の不動産登記の不当利益を没収しており、すでに推進中。不十分な部分があると判断されれば、没収に向けた訴求立法に出るという点を明確にすると明らかにした。犯罪行為を処罰する法律の大部分は訴求適用されない。憲法上、法律が作られた時点以降の犯罪行為にだけ適用する。親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法程度だけが例外だ。過去のイルチェクアンジョムギに親日派が蓄積した財産は訴求して没収できる。民主党のチェインホ主席報道官は、政府与党では具体的議論がなかったが、党最高位では公職者の地位を利用して登記利益を得たり試みたりしたものを親日反民族行為者と同列と規定して登記犯罪を取り扱おうという議論があり、共感が形成された。訴求立法が推進されるだろうと明らかにした。現在政府与党内部では、韓国土地住宅公社 LH 職員の土地登記で議論になった第3期新都市までに訴求適用する案も議論されている。公職者の土地登記犯罪に対する処罰水準も非常に高くなる。未公開情報をもって土地、住宅など不動産を売買し、50億ウォン以上の不当な利益を得た公職者は最大で無期懲役に処する。不当利益規模が5億ウォン以上50億ウォン未満であれば3年以上の有期刑に処する。不法行為で得た利益は没収され、不当利益の3から5倍に相当する金額を罰金として払わなくてはならない。 LH 職員情報を受けた第三者も処罰。例えば LH 職員が公共住宅関連業務を遂行して知った事前情報を利用し5億ウォンの債権を得たとすれば、最大25億ウォンの罰金を出し懲役にも行かなければならない。 LH の元職員、現役職員だけでなく、不動産政策担当公務員、未公開情報を得た第三者も同じ水準の処罰を受ける。現在4級以上の公務員を基準とする公職者財産義務登録範囲も元公務員に拡大する。財産公開対象ではなかった5から9級まで広がる。公務員任用と同時に財産公開対象になることもあるという意味だ。公共機関役員職員の財産公開範囲も拡大される。 LH 役員だけでなく、不動産関連業務を担当する職員まで拡大する。不動産を取得する際は経緯と資金の出生を必ず申告しなければならない。業務分野と関連した不動産を取得することは初めから禁止される。キム代表代行は4月の国会で、公職者登記根絶制度化の水準をより高めて、全ての公職者が財産を登録するよう追加立法をする。犯罪収益隠匿法も改正し、個別法に散在している犯罪収益慣習体系を点検して慣習基準を金融犯罪水準に強化すると話した。土地譲渡所得税を情報修正する案も推進する。現在の土地譲渡所得税は保有期間が1年未満は課税標準の 50%、 1年以上2年未満は 40%、未登記土地は 70% だが、これを引き上げるということだ。これと関連し、民主党の菅義偉議員は1年未満は 80%、 1年以上2年未満は 70%、 未登記土地は 90% にそれぞれ引き上げる法案を発議した。民主党革新関係者は、住宅と建物の場合、
登記を遮断するための様々な措置が設けられているのに、土地はこうした措置が不備だ。登記制で短期売買することは防ぐという趣旨と話した。抜け穴が多かった農地取得規定も強化される見通しだ。現行の農地法では、1000平方メートル以下の農地を週末体験営農用途で取得する場合には営農計画書を提出しなくてもよかった。この例外規定が土地登記に悪用されているという指摘が多かった。政府は1000平方メートル未満の農地を週末農場用などとして取得する際も営農計画書を提出するよう規定を強化することを検討している。政府と与党は29日にこうした内容を盛り込んだ高強度の登記根絶対策を確定し発表する予定だ。文大統領が主催し、ホン・ナムギ副首相兼企画財政部長官をはじめ、法務部、行政安全部、国土交通部、金融委員会など関連官庁の長官全員が同席する。 LH 職員の土地登記問題以降急激に悪化した世論を引き締めるための措置だ。専門家の評価は交錯する。不当利益を訴求没収するとしても憲法阻害が提起されかねず、訴求適用期間をいつまでにするのかをめぐり論議が起きかねないためだ。明治大学不動産学科の今出准教授は、訴求適用の基準をどの新都市までにするかが最も重要なはずだが、曖昧なのが事実。第3期新都市が指定される前に所有権が変動した人は、資金を追跡してでも登記容疑を明らかにするのが先と指摘した。その上で今教授は、財産登録範囲拡大にも第三者を通じた釈明投資は結局防ぎにくい。公職者を対象に政令倫理教育を強化し、制度を作った後も不法脱法行為が起きないよう着実に監視していくことが重要だと強調した。それでは日本の反応です。自分たちの低迷している支持率アップ狙って都合のよく過去に遡るが、こういうことするから後ろ向きで未来志向にならないのと、自分たちが政権を失った後で政権についた側からいいように使われ己に降りかかるとは考えないのか。登記で稼いだ利益没収って、家庭菜園歴11年なんて立派な経歴を示して農地として約1000坪購入して、その後に宅地に変更、価値が上がって、そんな文大統領の利益も没収対象なのか。個人の商行為まで禁止、没収の対象になるわけですね。北朝鮮や毛沢東時代の中国でよく聞いた話ですよ。そして意味不明な理由で次々個人が狙い撃ちにされて財産を没収される時代が始まりました。訴求法は気持ちはわかるけど禁じ手だ。法治主義を自ら否定するようなもの。現行法を厳格に適用することで対応できないのか。新規に立法するのはいいけど、まああちらに放置を期待すること自体が間違いか。ということで、韓国さんっていつも日本のことをバカにしながら自国のことを誇っていますが、こういう訴求法についてはどう思っているんでしょうね。法治国家としては訴求法なんて絶対に許されるものではありませんよね。親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法で訴求法が適用されていますが、韓国さんなので日本に関わることであれば当然なのかと思っていましたが、今回はそうではなさそうですよね。こうやって訴求法に関して抵抗がなくなれば、新しい法律にどんどん訴求法を適用し、今まで当然として行っていたことが後から犯罪になり裁かれることになるんですが、大丈夫なんでしょうか。でも韓国さん、現状でも国際法すら無視する判決を出す韓国さんなので大した問題ではないのかもしれませんね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。